愛い歌声とキュートなダンスで新潟市内のみならず県内全域で活躍するアイドルユニットデューティスト。美人すぎる振付師横山さんは彼女たちのライブに立ち会うためこの辺りにいるらしいとのことなのだが、すみません。すみません。はい、どうも。お疲れ様です。あ、お疲れ様。美人すぎる振付師の振付師。思わず担当直入に聞いてしまうこの方こそ美人すぎる振付師の横山美希先生。いつも可愛い振り付けで華やかにプロデュースしてくれる、そんな先生を応援するためデューティストのメンバーも急遽飛び入り参加することに。私たちはせーの、君に魔法を投げ入れるデュートのキュートな、はい、デューティストです。よろしくお願いします。デューティストのみんなから見て普段どう？先生は可愛いです。行動が可愛いです。行動が可愛い。リラックマンが好きで、それを集めてるところがすごい可愛いなと思って、イベントさんとかに出演させていただくと、舞台が出てるときに、あ、楽しみって言っていろんな食べ物を買いに行ってあのみんなはステージを頑張るのが仕事、私はどうですか、美味しいのか食べるの仕事私はもう一応お客さんの気持ちになって、あのそのイベントを楽しもうという感じでビューティストのステージを楽しみつつ屋台も楽しもう。ということで、アラサーとは思えない乙女っぷりの美人すぎる振付師横山。